いい当たりだ。左中間を襲っている。どうだ、グラシアル。取りました、取りました。抜けていればと打球、いう打球でしたが。2番センター松本。うまく打ちましたけどね。高めのボール球、力があるボール球でもうまくね、はい、ほとんど神経使う場面が続いてますからね、はい、ランナー佐藤打っていった、左中間真ん真ん中、どうだ、割っていく割っていく、スタートを切っていた柳田は三塁を回る回る回りました、ボールは中継に返ってきただけ、2点目、グラシアルのタイムリーヒット、欲しかった欲しかった欲しかったの追加点、二塁三塁、グラシアルがレフトへのタイムリーヒット、これで1点差になります。3番手の堀に代わったところでグラシアルがレフトへホームランテラスへ2号ソロホームラン、これで8対5、3点リードに変わります。ファイターズ代打構成だったんですが、ここを横をショートゴロに打ち取って三者凡退に抑えました。左中間スタンドに一直線、ホークス今日2番のグラシアル、ホームに帰ってきます、ホームイン、ホークス勝ち越しました、3対1、田島が打たれました、グラシアルの第3号ツーランホームラン、7回の表ホークス、このゲームついに勝ち越しました、3対1。これまではグラシアルをよく抑えていただけに、なんとかここもね切り抜けてほしかったんですけど、ないので、この打球はセンター後方、センター加藤下がっていて見上げて、どうだ、スタンド入りました、ライナーで持っていきました、グラシアル当たりと言いますかね、センターオーバーかなと思ったんですが、はい、そうなんですよ、はい、行って変直かなっていうふうに思ったんですけど ね、はい、三振、152キロ、空振り三振、あと1本が出ます、苦手意識が、ね、あんまりない分そこは大きいですよね、はい、捉えて、ここはもうマーティンホームランを確信、スタンドまで行きました、出塁したいお持ちが、クラッシュ見せつけました、そして今日2度目ステキシーです。